それでは理工学部行ってみたいと思います。今日の設問形式はこちら。問いの15番から始まるんですが、内容1と下線部説明6問行ってみたいと思いますので、一緒に頑張りましょう。セブさん、第1段落でございます。皆さん注釈2箇所ついてますからね。でそれを意識しながら一読していただいた後、こちら問いの15番検討をお願いします。それでは選択肢先頭をご覧いただきますと、全部同じになってますよね。で、おそらく皆さんそれに対応するところがこのあたりかと思います。一世紀以上にわたって。ですから正解のヒントはこの三角括弧を含んだ文章。で、おそらくそうじゃないかなと思って読んでみると、皆さんまず知らない単語出てきますよね。まあなんじゃこりゃってなりますが、皆さん後ろにアズがついているのがヒントですね。そうです。アズがついているということは皆さん有名どころで言うと、think of A as B とか、regard A as B ですね。つまり A を B とみなすとか考える。ですからおそらくこの単語もですね、みなすとか考えるというふうに訳していただけると、なんとか切り抜けることができるかと思います。で、しかも皆さん注釈ついてる単語、悪性のと書いてますよね。ですからバクテリアは悪性だ。悪いものだと考えられてきました。というふうに言ってる選択肢皆さん見つかりましたね。で、選択肢の A をすっ飛ばしてまずは B。皆さん、フースの話はないですね。で、選択肢の C もメディスンがなし。で、選択肢の D はサプリメンツもなし。となってくるのは選択肢の A ですよね。バクテリアは健康に良くないと考えられてきました。つまり、悪性と言い換え可能ですよね。ですが正解は A ということでよろしいかと思います。タミさん、その次の段落に行くにあたって、ちょっと皆さん見ていただきたいところはこれでございます。皆さん、この緑のところ、対比の関係になってますよね。そうです。長い間悪いものというふうに考えられてきました。で、その一方で今はって言ってるわけですから、皆さんこの表現でわかりますよね。そうです。今はいいように考えられている可能性があると。で、皆さんそのあたりも踏まえて次の段落に行きますね。で、皆さん次の第2段落でございます。一読していただいた後、この下線部16番。これに関する設問の検討をお願いします。すみません。クラウドアウトそのものは分かんなくてもですね。アウトであれば皆さんイメージが湧くかと思います。そうです。外に出すんですよね。ですから皆さん、この段落一番先頭に良いバクテリアと書いておりますが、下線部の右側は悪いバクテリアと書いてますね。で、その悪い方のバクテリアをアウト、外へ出すと。で、そういう働きを持っている選択肢を選んでいただけるとよろしいかと思います。で、そうすると皆さん選択肢の A。皆さん、カバーだと覆っちゃいますよね。で、選択肢の B をすっ飛ばして C と D、交換すると。で、皆さん、交換するんであれば、何と交換するのかという記述が必要ですよね。ですが、皆さん、これ、下線部の前後を見ていただいても、それに関する内容がなし。となってくると、皆さん、選択肢の B が良さげでございます。でもし、検討実訳せなかったらですね、まあ、一か八かで類推するしかないんですが、皆さん、まず、place。それが this で否定されてますよね。で、もちろん、place は置く。で、置くを否定すると置かない。そうです。その場に置かないんですね。もっと言うと、まあ、その場から出ていけ、みたいな感じですかね。追放する感じでございます。ですから、それが皆さん、アウト、外へ出すと、バッチリ。まあ、もちろん、displace、追放するという意味はあるんですが、ひとまずそんな感じで、正解は B ということで、よろしいかと思います。さあ、続いて問いの17番の検討をお願いします。さあ、説明の指示になっちゅうと書いておりますから、本部と違うものが正解ですからね。さあ、選択肢の A ですが、この文末、食べ物をプロセス、処理すると書いてますね。で、皆さん、それは例えばこのあたりでしょうかね。消化してくれると。ですから、本文と一致しそうですので、まず A は×。そして、続いて選択肢の B ですが、皆さん、比較してますよね。より一層健康的なバクテリアもありますよ。で、皆さん、そのあたり、皆さん、この先頭とこのあたりでいけそうですね。プラスに働くバクテリアと悪いバクテリア。そして選択肢の C をすっ飛ばして D。特にさ、この文末のたくさんのバクテリアと書いてますね。で、皆さん、たくさんありますよというのは、皆さん、この trillions というところでいけるかと思います。となってくると、選択肢の C が良さげですよね。で、特に皆さん、文末の no significant health implications。健康を暗示するもの。そういう話は特になさそうですね。ということで、正解は C ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて問いの18番でございます。皆さん、説明の指示読んでいただきますと、皆さん、第2段落と第3段落。で、もちろん、この後第3段落行くんですが、今読んでいただいた第2段落で絞れるものですね。いくつかございますので、ひとまず皆さん、検討をお願いします。さあ、皆さん、この説明の指示に not と書いておりますので、本文と違うもの。
それが正解になってくるかと思います。で、皆さん選択肢の A をすっ飛ばして、まずは B。これ皆さん先ほどの問題の選択肢と全く同じですよね。ですから二重防線、皆さんこの辺りに書いてますよね。で、選択肢の C をすっ飛ばして D。Different kinds ということで、様々な種類。確かに皆さん、これもいいバクテリアもあれば、悪いバクテリアもあると。確かに様々と考えられますよね。ですから B と D が×。で、残ったところは第3段落でいけるかと思いますので、次の段落に行きますね。さあ皆さん、次の第3段落、ちょっと長いので、まずは全体像の把握のために一読だけお願いいたします。さあ皆さん、まず先にできそうなのはこの下線部20番でございますので、こちらの選択肢の中から検討をお願いします。さあ皆さん、全部何なのかということですが、皆さん、まず消費者が買うものですよね。まあ、しかも代名詞で記載がされております。皆さん、そうするとここにまず行き着きますよね。で、皆さん、患者が手に取れるもので、複数形と言われたら、皆さん、またこちらに繋がっていくかと思います。で、皆さん、さらに、these と書いてますから、直前の複数形ですよね。そして皆さん、こちらの表現にぶち当たりましたので、正解は A ということで、よろしいかと思います。さあ、皆さん、ついていけそうなのは、この下線部19番の問題でございます。選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。皆さん、これ、下線部の右がフィッチで言い換えてくれてますよね。で、皆さん、読んでみるとわかるかと思いますが、良いものと悪いもの。で、その両方のバクテリアをワイプアウト、一掃してくれると。ですから、良いものも悪いものも分け隔てなく、で、そういう選択肢が皆さん見つかってますよね。となってくると、一発で D が良さげですよね。差別なく、区別なくと書いておりますので、こちらの良いバクテリアと悪いバクテリア両方、そういうのへと繋がってきますので、正解は D ということでよろしいかと思います。さあ、その18番、先ほどの段落の続きでございます。残ってる選択肢は A と C ですからね。本文の内容と合致しないものを一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。さあ、選択肢の A ですが、消費者は変えようとします。それはバクテリア、様々な種類のバクテリアの割合を変えるんですね。で、その皆さん、サプリを通して。で、その後の話は皆さん、ここに書いてますよね。非常に多くの消費者たちは買うんですね。で、もちろんそれは健康をサポートしてくれるためですよね。つまり、不健康につながるものを取り除いて、より一層健康につながるものですね。まあ、それを栄養としてサプリを補給すると。ですから、様々な種類のバクテリアを変えようとしていると。で、一方、選択肢の C の先頭、fermented foods、発酵食品。で、発酵食品の話はこの辺りに書いてますよね。ですが、それが皆さん、めちゃめちゃ儲かると。そういう話は本文に書いていないので、正解は C ということでよろしいかと思います。